今日は今日はってもうやめて、しらじらしい今回はずっと長い質問を受けてジャクソンだったっけな、女が落ちていくとこをこう片手で崖から救い出すかっこよくない、あれ実際追った時のこんなでかいんやっていう衝撃具合が初めて牛久の大仏見た時ぐらいの衝撃の大仁田敦と喋ったりとか前6万8千でしたよねよく見てましたね、でもよく見てその突っ込む時にちょっと前にグッと出るのやめてもらえませんずっと続いてます、ずっとここケツまったいや一体だよ G でまだ G 発動するわ、これハゼ G がすいません G が動き出したよ今回はですね、イーさん、いつも、その鬼ぞり入れてるじゃないですか、入れる、それをちょっとどんな感じでやってるのか見たいの、はい、揃うのかな、実際いいですか、明日のドラマつなぎとかつながりどうしたらいいのあれ今ドラマ出られてました、タイガー、タイガー急にお前武田信玄が鬼ぞり入ったらおかしいやろ武田信玄役で今言うとあかんねんけどな、うん、あ、まだ出てない、武田信玄の幼少期の役6歳役や、6歳役、だいぶ、うん、ごつい6歳の、そう、CG で体ちっとするらしい、うん、大丈夫です、うん、大丈夫、やってないんで大丈夫です、うん、せやな、本当につながり的には大丈夫ですか、いい全然ないと思うで、ちょっとスケジュール見ていい、はい、なかったと思うで、明後日がちょっと問題やねんな、あさっては夜、レギュラーでやってるラジオあるからさまあ、声ですもんね、じゃあ、ラジオの時に、その小栗ゆいちゃんってアイドルおんの、はい、AKB の子なの、はい、うん、俺好きやねん、その子のこと、はい、だから、かっこ悪い姿見せたくないねかっこ悪いと思ってたんですかかっこ悪いやん、鬼ぞりなの、このご時世に変やん、はっきり言うたらめちゃめちゃ変やん、そう思ってたんですか、いや、思ってるよ、当たり前やんけそうなんですね、うん、なんかそのかっこいいと思ってやってんのかなと思って、違うかっこいいと思ってやるかいな気合いやん気合い、あ、そうなんですね、いいですか、いいよ、ラジオ、うん、鬼ぞりで行くことになります、しょうがない、ゆいちゃんにはな見せんようにこうやりながら喋るからあんまな、俺 このキャラでちょっとあれやねんけど見せたないとこがあってさ、はい、コロナの影響、あ、本当ですか、家にずっとおるストレス、はい、でこれあかんと思ってさ、ハゲできてるから病院行ったんよ、はい、まあ、ただ海の塊やってただ産んどったんやなんでハゲてますの言ったら海が圧迫して毛抜けてますよっつって海溜まってんねん、ここまだちょっと腫れてるやろ、今薬飲んでんねん、あー確かにちょっと腫れてます、見たことないやろこの株、うん、ちょうどなこの鬼ぞりの三角地点をこっちに目指したいから分かりやすい、逆に言えば、うん、やるわ、はい、うん、よかったわ、コロナのストレスでハゲてるわけじゃなくて、そんな、はい、そんなシャバいやつやったかな俺って思ったら違った、ただの海玉やった、でももっと汚いけどねあ、そんなひげ剃りでいけちゃうんですか、これひげ剃りだから、これわざわざな、その今これついてないね、大体これ、これひげ作るやつ、ひげ剃るやつやねんけど、あ、ね、粗く剃るやつ、まず、はい、これが一番鬼ぞり作りやすいね、俺はな、うん、T 字やとな、角出えへんねん、あ、エッジが、そうなんですね、 T 字やっぱ T やからさ、こう剃っていって最後のエッジのここってさ、はいはいはい、T でやったらもうどうしてもこう、あ、はい、この T の形で剃れるからさ、はい、角が出えへんねん、とんがった、はい、うん、まあ、最悪の場合は T でやるときもあるけど、やっぱ角弱いわ、見てて角弱いなってときは T やと思って、はい、なって、はい、うん、こいつ返事ちっちゃいわすいません、今から計そんのにわざわざこれだから、これいつも行くで、はい、ええの、うん、お願いします、
これもいつもやってるからもう慣れてんねんけどな。シャン。これでちょっとずつあの三角を取っていくのよ。一気にやったらさ、バランス崩れちゃうからさ。うわ、すごい。早い。そう。もう片一方いけたよ。うわー、早い。かっこいいやろ。はい。お前な、ちょ待てよお前。お前これハゲでこれビックリマークみたいになってるやんけ。お前。お前ここビックリマークになってないけど、お前恥ずかしい。これね、むずいのが左右同じようにするのがむずいね。これがむずいのよ。ここのバランスが。あ、ちょっとやってもらう。綺麗やろ、でも。はい。そうやだからこの鬼ぞり入れた人これ絶対あるわよ。ヒゲ剃りも最近のないやつ多いねこれ。これほれな、うん、かっこいいでしょ。ほんでもっとここをこっちをエッジ効かしたい時はもうちょい掘っていくのよ。こっちをこうこういう方にこっちに、はい、うん、なこれな、わあかっこいいやろ。綺麗、うん、綺麗。ほんでほんまやったら俺らのヤンキーの時って、はい、テクノ流行っててん。あ、うん、でこのもみあげあることによって、はい、どっちかだったらこうバンカラに近いというか応援団に近いというかさ、そっち側なんねんな。ちょっとおっさんの鬼ぞりになんねんこれはな、はい、だからこれテクノも行った方がいいこれほんま。わあ行ってましたっけそこ。ここテクノの方が古い感じは出んのよ。レトロ感は、うん、そうやろ、ちゃうやろ、うん、こういう感じね。で眉毛ももうこうやってても、マジでこれ、もうやろ。テレビ影響ないですか、眉毛ないのは。ある。すごい嫌がられる。あのメイクさんがもうあの俺メイクせえへんねんけど、はい、で本番前になってこうピンマイクつけてる時にメイクさんうろついてて、はい、なんか押さえたりそう押さえましょうかってくんねんけど、はい、押さえたついでに大体いつもあの眉毛描きましょうかって言われるわ。あいいですって言うけど。よしじゃあちょっと佐藤おいで。いやあかん、うせえよ。いや絶対嫌です。いや俺やってるやん。行こうよ早絶対です。絶対です。絶対です。分かれへん。いや、毛隠れる、マジで。あ、確かに。前髪で隠れる。絶対です。じゃあ、ほんま隠れへん。マジ隠れへん。じゃあ、デコ見せて一回。どんなんでいこうか。でも、クッキーさんがやっちゃうと、その近さ的にダメみたいです。距離的に。まあ、コロナで耐えたな。コロナで救われたな、お前。兄ちゃん。根本だってやってんで。根本つけてる。いてそんな恥ずかしいことなんか俺がやってることって。これでテレビ出てんねんけど。びっくりマークなってんねんけど。ほんで恥ずかしい。まあでもね、いいよやってくださいよ、まあ、皆さんどうぞどうぞ、うん、やりたい方はね。でも一回さ、なんかあのインスタ来てさ、はい、でボクシングジムの人かなんかからの画像で、はい、うちのジムに通ってる中学生かなんかの子供がボクサー目指してるんだけど、はい、その子がクッキーヘアっつってやってきたんですっつって画像送ってきた。ほらほんま中学生の子供徐々に徐々に出てて。かわいいですよね。でもついついいいねしちゃったわ。かわいいかわいい、うん、かわいい。じゃあさんもでも喧嘩強そうな声で、うん、そうそう嬉しい。では少なからず人々に影響を与えてるね。はあ、あでもやっぱ反り立てだとなんかすごいいいですよね。いいやろ、はあ、うん、だからそのなやっぱヤンキー文化でやっぱ生まれてんねん鬼ぞりってさ、は
でも今もヤンキーも消滅してるやん、ほぼほぼ、はい、皆無に近いやん、はい、ってなった時にこれどう生き残すかと思った時に俺は猫耳って呼ぶようにしてるんだよ。かわいい、うん、ヤンキー文化が衰退して今オタク文化がどんどん来てるやん、はい、ってなったら猫耳っていうヘアカットなんだぞってなったらもう一回これ流行んちゃうかなみたいな、うんうん、だからちょっと猫耳にしとって、これからあんま鬼ぞりって言わんとって、うん、猫耳にして、猫耳にしますじゃこれ、うん、だからこうあのスタムネイル、はい、頭のあれ猫耳にしといて、ちゃんと、はい、まあ変わると思う、うん、